くって別に日本語にすることじゃないんですよね、うん、その英文の構造を把握して読みやすくするためだから、うん、別に訳さなくてもいいっちゃいいんですよね、読めんなら。まあそうですね、うん、センターはもう英語で理解しますよね。そう、武田塾チャンネル。いや6月来ちゃいましたね、本当に梅雨だよ。いや梅雨ですよ本当。もう何や、見てた梅雨嫌い。いやもう梅雨大嫌いですよ僕は本当、うん、バイクはもうバイク錆びるしバイク乗れないしで外出れないからさ、うん、勉強しやすいんじゃない逆に。確かにそうですね、天気いいとさ、うん、夏だと遊びに行きたくなっちゃうよ。確かに。まあそんなね、悩んでる受験生の質問に答えていくこの番組は受験相談 SOS。 直美先生、はい、今回の質問ですか。今回の質問はですね、うん、兄弟志望の浪人生です、うん、英語の和訳対策で、基礎英文解釈の技術100、うん、もしくは入門70の代わりに、うん、寸大英文和訳演習の基礎、うんうん、または中級をやるのはありですか、うん、よろしくお願いしますと、うん、はい、まずさ、はい、基礎100は和訳の参考書じゃないよね。そうですね、基礎100は和訳の参考書じゃないです、ね、うん、多分その解釈と和訳が混ざってるのかなっていうところなんで、うん、ちょっとそこは一応補足しておくと。そうですね、解釈は和訳じゃないですよ、うん、解釈でできるというか要求してるのは直訳なんで、うん、和訳とはまたちょっと違うんですよね。そうですね、和訳っていうのはさ、直訳を採点基準とかを満たして、うん、書いたものじゃないですか、うんうんうん、で解釈って別に日本語にすることじゃないんですよね、うん、その英文の構造を把握して読みやすくするためだから、うん、別に訳さなくてもいいっちゃいいんですよね、読めんなら。まあそうですね、うん、センターはもう英語で理解しますよね。そうで、うん、英語めっちゃできる人だったら解釈で構文振った時点でもう和訳しなくても英語のまま捉えられちゃうじゃないですか。それが読みづらい文章をこう、うん、見た瞬間にこう構造でこう、うん、まあ、こういう塊になってるのに、ね、じゃあこういう順番に訳していけばいいのにっていうのを読みやすくするためのものだから、うん、そもそも和訳とは違うよっていうことなんですよね、うん、そうですよね。なので、はい、和訳を強化したいなら英語和訳演習をやればいいと思います。うん、この寸大の英文和訳演習はかなり和訳に例えばもうどこがどこにかかってるとかすごい細かく見られますよね、うんうん、まあ、やる順番としては解釈が先ですよね、うん、というかその解釈はそもそも長文のためにやるもんだから、はい、なるほどなるほど、うん、別に和訳やりたいならやってもいいと思うよと、うんうんうん、だけど解説で解釈的な話も出てくるじゃないですか。出てきますね、文法用語とかが普通に出てくるから。そうですね、そういう意味で言うと、まあ、多分解釈やった方が和訳の解説とかも分かりやすいだろうし、うん、訳しやすくはなるよね。だから代わりってまあ代わりにはならないな、役割が違うから。今現時点で、まあ、その一応 SVOC とか触れた方がいいじゃないですか、うん、多分和訳するときに、ね、はい、うんうん、それができてなければ解釈や、まあ、基礎解釈やって、うん、そうですね、でそれでただその後に、まあ、やった方がいいですよね、英文和訳演習は別で、うん、まあね、兄弟ぐらいであれば、兄弟であれば正直和訳めちゃめちゃむずいんで、はい、そうですね、しかももうザ和訳じゃないですか、うん、もう、うん、そうね、はい、あとレベル的には基礎編と中級編はどうですか。いや中級は割とむずいんで、むずいですね、本当に入試本番レベルなんで、はい、まあ、基礎とりあえずやっとけばいいんじゃないかな。今のレベルが分かんないから何とも言えないけど、うんうん、まあ、和訳の、ね、うんうん、やり方を学びたいだけなら、うんうん、基礎でいいかな、はい、うん、でその後もうちょっとやりたいなら中級もやっていい、まあ、なんなら上級まで兄弟だったら、まあ、兄弟だったらやった方がいいですよね、話ですけど、はい、だからまあ現時点で解釈がまずできるか、もう要は構文振って直訳ができるか、うんうん、でその絵ができるようになったら和訳の参考書を追加でやっていって、はい、まあ、採点基準とかちゃんと分かって減点されないような回答を書けるようにするっていうのを和訳の教材でやっていけばいいんじゃないかなって形ですね。そうですね、はい、はい、まあ、とりあえず役割的にはまあ和訳と解釈はちょっと違うっていう点だけちょっと念頭に置いていただいて、はい、それでまあ自分のねやりたいことを、どっちをやりたいかなっていうのを考えてやってもらえればと思いますので、はい、はい、分かりました、はい、はい、今回は以上です。はい、武田塾、はい、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、おお、大学受験のさ対策動画あるじゃん、はい、大学別の対策動画、はい、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、へえ、ね、参考書だけで大学合格 .com っていうのがありまして、すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるっていうことですか。分かる、それこちらなんですよ。おお、そこですね。そう、うん、どこだ、あそこか、はい、でさらにね、はい、勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、うん、昔からやつあるじゃないですか、はい、逆転語学 .com、 あ、それだそれ、逆転語学 .com、 はい、はい、それもこちらから、はい、お、すごいですか、お、はい、
ぜひね、たけだけチャンネル以外のね、サイトもぜひ、うん、利用してもらえればと思いますので、うん、お願いします。たけだけチャンネル1万人突破しました、はい、1万人突破した、はい、1万人、はい、ミリオン、あ、違うわ、ミリオンじゃない、はい、1万人、はい、はい、これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。